お金はあるということで今回はお話ししていきましょうかあのやっぱお金がないっていう人は結局お金を作り出す知恵がないとかお金を貸してくれる信用がないとかお金を稼ぐ体力や時間がないっていうふうに言い換えることができるんじゃないですかねうん時間があって体力があって知恵があって人脈があってそれでお金がないっていうんだったらお金がないんでしょうけどねそういうことって果たしてあるのかなぁ 今ね、高校生でもバイトに行ったらね、月に5万とか10万って、別に、特別なことじゃなくて稼ぐと思うんですよね。で、まあ、中学生がね、なんかこう、YouTube とか、なんかショート動画投稿して、10万稼いじゃったみたいなのも、そんな珍しい話じゃないですし、まあ、昔ながらの飲食店の週末バイトしようが、まあ、インターネットを使ってなんかね、アプリで稼ごうが、別に稼げるんじゃないかなと思ったり、あとはそうですね、うん まあ単純にお金をくださいとか貸してくださいっていう風に言えば誰かはなんか貸してくれたりとかするんじゃないかなと思うんですよ。で、なんか頼むのが嫌だとかね、働くのが嫌だとかね、なんかそんな,なんか自分の嫌だ嫌だが重なって出口がなくなっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。でも一番嫌なのはお金がないことじゃないかな <laughs>。お金がないのは嫌だとか <laughs>、支払いができないのは嫌だとか、ね、借金が増えるのが嫌だとかね。うん、みんなで、あれですよ、あの、 ちょっとコーヒー飲みに行こうよって言っても、コーヒー代を払うのが嫌だとかになってね、たかりになっちゃったりとかね、するわけですけどね。まあ、あとはその、向いてる向いてないって問題があってうん、昨日ちょっとね、雑談まがいにまた同じ話をしたんですけども、その、介護の業界は本当に 3K なのかっていうことなんですようん。私は13年やってて思うんですけども、介護の仕事はむちゃくちゃ楽です。うん、これ何回、 聞かれても言いたいんですけど、むちゃくちゃ楽で、むちゃくちゃ稼げるんですごくいいじゃないかとしか思えないんですよね。でもそれは私が30代でやってたからなんじゃないかなと思いますし、女性が多い職場の中で、運転免許、車の持ち込みでできる、まあ、男だったからっていうところもあったり、独身で自由の利く体でもあって、まあ、コミュニケーション能力もあって、 で幅広い介護に対応できたからじゃないかなと老人介護もあるし療育って言ってあの、ね、お子さんの介護とかもしていくとなんか朝から晩まで断らないと仕事がなんかね埋まらないみたいな感じだったんですよね同じ時間に4件5件っていう依頼が殺到して一番高いところに行くみたいなことを選べたんであ楽だなあと思いましたねでやることって例えば療育の支援って言ったら子どもたちの宿題見てあげるとか学校に迎えに行くとかね一緒にこう 公園でかけっこしたりとか、アスレチックするとか、しかもそれも自分で全部考えればいいんで、まあ、しまいにはなんかその昼寝の時間を設けてね、朝プール行って昼間ご飯食べて寝て昼寝して、夕方まで公園で遊んで、はいじゃあ帰ってきました、みたいなね、8時間みたいな。時給1200円とかね、うん。楽で楽しいな、みたいな。で、あの、訪問介護でちょっとお年寄りのところ行くと、こういろいろとね、介護をする合間に、 まあもうちょっとゆっくりしてきなよ。時間つけてやるから、みたいな感じでね。だからそういう闇の取引があって、実際のサービスは1時間半なのに、なんか4時間ぐらいいたみたいなね。あと雑談するだけみたいな、うん。心のケアも介護士の仕事かと思ってそのままやらせてもらったら、なんか食べていくみたいな感じで、ね、出前取ってもらって寿司食ってたりとかね。<laughs> なんかめちゃくちゃな現場ですけど、こんな風に許されるのかなみたいな。<laughs> 結構現場ではね、あの、なんか、すごく喜ばれる人もいればね、 し仕方なくやればそれは介護に入ってもらうご家族の方も、うん、やっぱりね親しみを超えた、うん、扱いっていうのはできないでしょうしそれは仕事として捉えると思いますしね私の場合は結構こう図々しくってあの訪問介護して宗教をやってるお家だったんですけどもね「久保さん宗教に興味あるちょっとこの本読んでみてよ」っつってからずっと読んでたんですよ一冊読み終わりましたからね 3時間半でゆっくり読んで「夕方なんで帰ります」とか言ってから全部時間つけてもらったみたいなね <laughs>「楽だな」みたいなねそ <laughs> んなこともあったりとかしますよね、うん、あとはなんか夏休みになったらキャンプに同行するみたいなねご家族でこう家族旅行でキャンプ行くわけですよであのちょっとねまああの 事情ががあるお子さんがそこ小学生とかでいてでその子とずっと遊んどいてみたいな感じで,で2人で山の方にねこう探検に行ったりとかねで海でこう泳いだりとかねそれからバーベキュー2人でガーッて焼いて食べたりとかしてで夜になったらあの専用のテントでなんか一緒に寝てみたいなで朝こう起きてねでその時初めて家族と合流して朝食食べてえでなんか街へ帰って終わりみたいなねこれもなかなか良かったですねだから18時間 ぶっ通し介護でもう自分もなんかね一緒にキャンプを楽しんで、うん、でご家族はまあ何ですかねその事情のあるお子さんを一緒に連れていくんだけども楽しむのはその他の一緒に来た家族とかねこんな感じで、うん、あの邪魔にしてるわけではないけども、うん、ちょっと一定期間距離を置くとなんかすごく快適なあの介護 生活ができるといそこをね「いやこれは介護の仕事じゃないんでできません!」とか言ってねもう四角四面にこう線を引くとそういう人はまああんまり嫌いがないでしょうからちょっとぐらいこう、ね、砕けた感じの人がサービスに入ったらまあ向いてるなと思いましたねそういうふうに魚心水心じゃないけど私の方もいろいろ頼まれたら「ははん」みたいな感じでね。 これはお互いのためになるなるっまあそういうふうな感じで人間関係できて <laughs> あの随分長い間ご依頼いただいてねその頃お預かりした小学生の頃女の子だったんですけども中学生ぐらいになっちゃいましたよねうんまあ中学生ぐらいになってくると本当になんかこう女性的な雰囲気出てくるんでとてもじゃないけど一緒にねあのキャンプに行ったりとかできなくなっちゃいましたけどねやっぱこう年齢に応じて その男性ヘルパーじゃダメな部分も出てきたりしたんですけどもまあその代わり別のね男の子とか女の子の依頼がまた入ってきて小学校1年生とか2年生とかお預かりするようになってでまあ老人介護も同時にありましたんでね老人介護もねなんかその元ヤクザみたいな人でその何入れ墨が背中にある人いましたよね <laughs> でなんかねここでは詳しく言えないんですけどもどこどこの何々みたいなこう名乗っていてね杯がどうとかって話してね じゃあ俺これから「兄貴」って呼ばしてもらいますとか言ってからね「おうええー、なあ久保ちゃん」とか「兄貴」って呼んでくれみたいなねそんな感じでねもう本当になんかこう,そうサービスに行くのが楽しかったみたいなところがありましたよねまあそれでやっぱりねこれ少ないけどみたいな感じで1000円とかくれるんですよ本当に少ないですねみたいな言ってたんですけどねうんだからねその介護の仕事も 3K っていうところだけ切り取れば 3K なんですようんでも 自分で職場って楽しくできると思うし仕事をね選べるように演じていけばいいと思いますしねどんなところもそうじゃないですか特に介護の仕事が 3K っていうけどじゃあプログラマーは 3K じゃないんですかとかねそのネオヒルズかなんかの会社は 3K じゃないんですかっつったらね多分ね介護業界入って裸足で逃げ出すくらいだったらあのネットビジネス業界は務まるんでしょうね一日もね。 だからこの仕事は楽でですすよよって人があんまりないですよね自分の今やってる仕事むっちゃ楽ですよみたいな「いや大変ですよ」みたいな感じでなんか被害者ずらしてるというね <laughs> そんなとこじゃないかなそうなるとやっぱ金集まんないですよねそんなイヤイやってもらうような仕事でもないんで、うん、もうどういうふうに楽しく仕事を受け止めていくのかとかその人の力量によるんじゃないかなと思いますし話戻すとお金がないっていうのは結局 お金を稼ぐ知恵がないとか、お金を稼ぐ、うん、人脈がないとかね、お金を稼ぐ信頼が築けてないとか、お金を稼ぐ時間や行動してないとか、まあ、結局はお金そのものがないっていうふうなよりも、なんでお金がないのかってことかを考えたら全部自分の原因になってくるんだろうなと思うんですよね。誰かが意地悪して誠実に働いてるのに入金しないとかね、入金したお金を取っちゃったみたいなことがあればお金がないって言ってもしょうがないんですけど。まあ、しまいにはね、プラプラ遊んでいて、 クレジットカードのキャッシングの枠でお金があるみたいなことを言ってる人もいたりするわけですからね。お金はあるということでいいんじゃないですか。あの萩原健太郎のお金がないっていうドラマありましたけども、あれの続編があるとしたらお金があるみたいなねあ。ちなみにね、あの、お金がないの最終回の一個前ってお金があるっていうタイトルだったんですよ。で、最終回のタイトルがやっぱりお金がないみたいなね。<laughs> すごい面白い、ね、ドラマでしたね。また見たいなと思いました。